昭和54年台風第16号は、1979年9月に発生し、日本列島を縦断した台風である。新ロ図9月23日に、フィリピンの東海上で発生した台風第16号は北西に進み、26日には沖縄の南海上で、中心気圧920ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルの非常に強い台風にまで発達した。 しかし、ここで、台風は高気圧に阻まれて、行く手を遮られ、また偏西風帯も北上したまま南下して来なかった。そのため、沖縄、奄美群島の東海上を29日まで、非常にゆっくりとした速度で北上することになった。これらの地方では実に2日近くにわたって、暴風雨に見舞われている。しかし、30日に入り、北緯30度を超えると一気に、 北東へ加速。同日18時半頃には、高知県室戸市付近に上陸した。上陸時の中心気圧は955ヘクトパスカルで、依然として強い勢力を保っていた。23時頃には、大阪に再上陸し、中部、東北地方を縦断して10月1日9時には、八戸沖に抜け、同日15時に温帯低気圧に変わった。 勢力の強い台風であったため、風が強く室戸岬で最大風速秒速47.7メートル、最大瞬間風速秒速66.9メートルを記録したのをはじめ、徳島、奈良、彦根などで秒速40メートル以上の暴風を記録した。この台風の特徴は、南西諸島の東を進んでいるときは非常にゆっくりとした速度で進んでいたのに対し、 本土に近づくと一気に加速した点にある。室戸市付近に上陸する頃は、時速45キロ、東北地方を縦断する頃には、時速90キロにも達していた。なお、この3週間後には、台風20号が同じような経路をたどって、日本を襲い大きな被害を出している。ありがとうございます。